面白い種類の創造的なエレメントを使用してみましょう。モンタージュがそれです。モンタージュはライブラリーの創造的なエレメントタブにあります。これらのエレメントはプロフェッショナルなデザインのテーマの数々から構成されています。各モンタージュテーマはオープニング、いくつかのセグエ、そしてエンディングの各テンプレートから構成されています。テンプレートはプロジェクトのハイライトを飾るアクセントとなります。 それでは使用してみましょう。プロジェクトに合わせて使用したいモンタージュを選択します。テーマには用途を示したわかりやすい名前が付けられています。モンタージュはどこに使用しても構いませんが、名前にオープニングが入っているテーマは映画や新しいシーンの冒頭に使用することを念頭にデザインされています。 セグウェイはムービー内で2つのシーン間のトランジションとして一般的に使用されるテーマです。またエンディングは作品内の特定のシーンの最後で使用するようデザインされています。各サムネイルの再生ボタンを押すとモンタージュをプレビューできます。たくさんのモンタージュが用意されていますのでいろいろとプレビューし、 どのようなものがあるのか見てみましょう。3D ファンのために、ステレオスコピック 3D のモンタージュも数多く用意されています。ここでは、このモンタージュを選択します。選択したモンタージュを、ムービーのタイムラインへとドラッグしましょう。ダブルクリックし、モンタージュエディターウィンドウに開きます。 再生ヘッドを選択し、前方向にドラッグしてエレメントがどのように再生されるのかを見てみましょう。番号とテキストに注目してください。番号が付けられたこれらの四角形をゾーンと呼びます。ゾーンにビデオや写真をはめ込み、テーマをカスタマイズします。ここではゾーンに写真をはめ込んでいきましょう。 モンタージュエディターの左側にある小さなライブラリーをご覧ください。ライブラリーで写真を選択します。写真をドラッグし、ゾーンにはめ込んでいきます。終わったら、モンタージュテキストを更新しましょう。 これはモンタージュエディターのタイムラインです。現在モンタージュが置かれているムービーのタイムラインよりも大きくなっています。オープニングとエンディングのスタイルアニメーションは、ここでトリムハンドルを使用してさらにカスタマイズすることができます。マーカーの位置を変更し、 アニメーションの開始と終了のタイミングを正確に合わせることができます。これで終わりです。再生ボタンを押して再生してみるか、OK を選択します。モンタージュテーマになされた変更が更新され、ムービーにエキサイティングなパートが加わりました。 タイムラインにすでに存在しているクリップやエフェクトをモンタージュのドロップゾーンに追加するのも簡単です。タイムラインで一つまたは複数のクリップを選択してから右クリックしメニューからコピーを選択します。ここでタイムラインのモンタージュクリップを右クリックしドロップゾーンにペーストを選択します。ドロップゾーンが表示されます。 クリップを追加したいドロップゾーンをクリックします。タイムラインの任意のクリップの最後のフレームをオープニング・モンタージュの最初のフレームに合わせたい場合、クリップをコピーする前に分割ツールを使用して、タイムラインとモンタージュの最初のフレームの間でマッチするカットを作成しておくことができます。 クラスオンデマンドのポール・ホルツです。この基礎編チャプターではピナクルスタジオ16のクリエイティブなパワーと柔軟性について簡単にご説明しました。世界中の多くのユーザーが信頼を寄せ、数々の受賞歴を誇るピナクルのテクノロジーを使ってムービーを作成する方法について、さらに詳しくはピナクルのウェブサイトから購入可能なピナクルスタジオ16用コンプリートトレーニングをご覧ください。 ご覧いただき、ありがとうございました。